動画をご覧いただきありがとうございます。レストラマジック研究所、小林です。えー、今回はですね、ストアーズの方で、えー、扱っている商品1点ご紹介したいと思います。えー、こちらです。グラスですね。在庫数は少ないんですけども、まあ非常にいいものだと思いますのでご紹介しておきたいと思います。えー、とですね、今まで僕が使ってたのは、こっちのグラスですね。えっ、ー、と、まあ見た目上ワイングラスみたいなものですけども、名称としてはゴブレットってのになるようです。で、ワインじゃなくてお水をまあ飲むもの。 あののためのグラスサイズ感からしてもそうらしいんですけどもまあこちらも実はそのウォーターグラスなんですねお水を飲むためのグラスで、えー、っと非常にいいものです何がいいかというとですねこれ多分伝わると思うんですけどわかりますなんかあのお,お葬式じゃないですけどこう鉢をね叩いた時のようなそういう音が要はすごく詰まってるこれクリスタルなんですねトリタンという素材のクリスタルのグラスです。で これを聞いてしまうとやっぱりちょっと違うのでこっちらおすすめしたいなというふうに思います。えー、高さがまあ20ないぐらい18で合計が8ですね8センチでデックがそのままストーン入ります。でえっ、ー、と同じようなこういうストレートのっていうのが最近は100均でも出てるんですけどまあ100均のだとこうですね。 高さが全然違います。ここが出ます、テックは。で、まあ、お分かりだとは思います。で、えー、っと、すでにメーカーでの製造が終わってるものなので、今回売り切れたらもうおしまいと。で、残ったとしても多分、僕の、えー、何でしょうね、安全のための、えー、在庫ということになるだけなので、えー、数個売れておしまいということになるとは思いますので、えー、お早めに。 あのご興味あるる方はお早めににどうぞいいろんなことと使えると思います、えー、ステージなんかでも、まあ、物入れとくとか予言入れとくとかそれだけでも全然見栄えがするものでしょうし、えー、一番お客さんが気づいてくれますこの音の違いまずデザインで気づきますパッて出した時にあかんそのストレートなので、ね、変わったグラスでデックも入ってて例えば他使うんだったらハンカチ入れとくとかお財布入れとくとかちょっと深いんで結構実は入りますここの深さがあるので高さが。 でそこから取り出してとか中に、まあ、ある意味捨てていくっていう手もあるとは思います。で、えー、僕の手順だと、まあ、ライジングがありますのでライジングしてデックがぜ完全に入ってしまうそのままさらに上がってこの上にパタンとこうなります、まあ。そこまで行くと入ってこう、えー、わ相手に渡せるというかねそれでできますし何か現象が起こった後にあってこういうふうに音鳴らすと明らか違う音その 考えてたグラスの音とは違う音色が来るのでやっぱりお客さんが気づく。 ああののグラスはっていう,ふうにあの言われます言われました現実なので、えー、まあ演技でグラス使う方光景がですねまあ普通,普通のとのう今まで使った方からするとちょっと大きいですけどこれでも、えー、後ろのポケットに入ります僕ズボンのこれは全然余裕で入るんですけどこれでも入りますので持ち運びにも困りません、えー、もしよかったらですねあのお買い求めくださいただ売り切れてる可能性もかなりありますので、えー、その時はご了承いただいて、えー、同じようなデザインのものは多々ある と思いますしあると思うんですけども、えー、高さおよび光景ですねそういったものは比較的これベターなものだと思いますので、えー、もしクリスタルの欲しいなとこういう音に憧れ <laughs> クリスタルの欲しいなっていう方はまあまあ,あの探してみていただければ似たようなのはあるかとは思いますので、えーまあ、もしよろしかったらチャンスがありましたらよろしくお願いいたしますということです。